成長、阿波踊りを通り、優雅さやしなやかさに重きを置いて踊ります。今年は4年ぶりの活動再開。少人数ではありますが、大きなお祭りの中でも、光と光る連を目指し、練習を重ねてまいりました。精一杯お祭りを盛り上げてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。すみません、全然見えないんですけど、そこに立たれると見えないんですけど、新しいことに挑戦し、楽しく練習を重ねてまいりました。
ここ数年は思うように活動ができず、阿波踊りを離れてしまう方も多かったように思います。やっと例年通りの開催となり、子どもも大人も一生懸命踊り、心から阿波踊りを楽しんでいる姿を皆様にお見せできればと思います。参加できなくなった方も、また踊りたい、また参加したい、心がうずくような笑顔あふれる美しい読売大花恋をよろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。見えません。続いてまいりましたのは欅連です。